石川県の和倉ユース大会に来ました。他の取材の関係で劇作班は大会3日目からの取材になってます。今は決勝トーナメントが始まってるという段階ですね。俺のこだわりスパイク取材もちろんやりますし、あとは激チャレと、あとは試合のハイライトとかも撮っていくっていう感じの流れになってます。じゃあちょっと頑張っていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、スーパーイクマイスターの小平です。本日は和倉ユース2021大会お邪魔させていただいておりまして、はい、というわけでホテルチェックインしました。シングルの部屋でございます。シングルベッドと違う作業机って感じですかね。ちょっと今から着替えて自主トレーニングやっていきたいと思います。はい、すげえソルキャージ面白いんだ。かっこいい靴履いてるね。すぐほどけちゃうの？そうだよ。移り方教えてあげようか。わからんね。こうやってさらにここをもう一回やっとくと傾けない。ありがとう、ありがとう。スーパーハイパードラゴンキック、めっちゃ思いっきり。ファイヤーボルトキック。じゃあ最後 HIIT トレーニング、20秒ダッシュ10秒休憩を8本ですね。こっちのゴールからあっちのゴールまでダッシュして10秒休んで、またダッシュでこっち戻ってきてっていうのを4往復かな。頑張っていきます。よーいドン。はい、はい、着きましたね。もう一回着ます。やーい。ゴール。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと過ぎた。ゴール。よく頑張りました。ストレッチ大事。めっちゃ蚊おるわ。くぅ、やっぱ昼間暑い時は蚊出てこないけど、こうやって夜涼しくなると出てくるんですよね、蚊は。また明日朝ちょっと早めに起きてやりたいと思います。全部決めるみたいなスタイルがずっとやってきてて、今日撮影したデータはもう今日のうちにしっかり取り込んでおく感じですよね。
歯磨きしたんで出ます。今が1時半ですね、はい、明日は朝5時ぐらいに起きて有酸素運動とあとは筋トレもちょっとやっていきたいなと思ってます。いやちょっと今日疲れましたね、もう目が開かない。はい、おやすみなさい。おはようございます。朝の運動する前にエネルギー入れといた方がいいんで、で一応まあ5月ぐらいからダイエットしてまして、いろいろ食事も制限したりとかやってるんですけど、で普段家では目玉焼き3つ食ってるんですけど、朝だからここはまあガスコンロとかないんで、とろっと卵黄半熟煮卵76キロカロリー、タンパク質 7.4、 あとはまあ食べてすぐ消化されて、エネルギーというか変換されやすいみたらし団子、卵は完全食品と言われる栄養価の高いものなんで、もちもち健康ミネラル麦茶、水分補給もしっかりやっておくと今日は暑くなるんで、じゃあ行きますか。いやーすっごいいい天気だ、気持ちいいですね。いや最高だね、これロケーションが。枕やっぱいい場所だ。朝練やってますね。早いね。すごいな。はい、というわけで部屋に戻ってきました。シャワー浴びて7時50分ぐらいです。いやー朝練めっちゃ楽しかった。あそこのグランドのロケーションもマジ最高っすね。ナイスですね。
今日も最後の締めくくりは HIIT トレーニングで。それではいただきます。